勝てば生きる、戦わなければ勝てない。はい、ミカサ役の石川由依です。戦術価値を解きます。アルミ役の井上麻里奈です。はい、このプログラムは3月15日に発売されるゲーム進撃の巨人2の出演声優である私たちが進撃の巨人2の魅力をお伝えする番組です。そして私たちを温かく見守ってくださる方、こちらです。進撃の巨人2のプロデューサー、光栄テクモゲームスの小沼社長です。はい、心臓を捧げよ。進撃の巨人2プロデューサーの小沼です。これ巨人ですよね社長。ええ、巨人です。体張りすぎなんですよ社長ですから。いいんですか。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。巨人代表みたいな。そうですね。こんなちょっとゆるキャラバリの小沼社長に、今回のゲームの楽しみ方を教えていただきたいと思います。では今回私たちが挑戦する内容は何でしょうか。はい、巨人を駆逐せよ。無理無理になりましょう。ということでですね、今から巨人と戦闘をしてもらいます、うん、はい、ぜひですね、たくさんの巨人を駆逐してください。じゃあ戦闘は任せて、うん、指示するね。頑張ります。後ろ後ろっていうねじゃあ早速、はい、行きます。頑張ります。じゃあこっち。あ、ミカサ、こんなにキャラが、ね、ちょっとクルクルしていいですか。多くないですか。こんなにいました。こんなにいるんですか。はい、前作10名ほどだったんですね、プレイブキャラクターは。そうですよ、ですよね。今回はですね、30名以上に大幅パワーアップしましたので、すごいマニアックなキャラも結構いますね。え、なんかもうなかなかお会いできない方とかいっぱいも。本当ですね。もうお亡くなりになった方とか、キッズのケツさん、アニメの方では、キッズ使えるんですか。小鹿のキッズ使えるんですか。さすがミカサの強そうですよ。だってアルミンと全然このバランスが逆方向に違いますもん。これでもアルミンは統率力とかがもう振り切ってますから、ね、はい、じゃあやっぱりこれミカサを使うのがいいんじゃないかな。じゃあいいですか、ミカサ選択いたします。はい、ぜひお願いします。戦わなければ勝てない。は、はい、おお、あ、早速、まあ、巨人が途中でいるので、はい、駆逐しながら、緑のところに向かっていただければと思います。いけーミカサ。分かってるよ。お、さすが、さすが、私ワンを結構やりましたからね今回ですね、まあ、自分の機動力も上げてるんですけれども、巨人もですね、非常に動きが多彩になっているので、結構機甲子とか、大型の敵とかもですね、いろんなリアクションを取ってきますので、そこら辺を見てても楽しいのかなと思います、はい、なんか連続技した、すごいさすが。あとは同じだけ。ミカサいける、いけ、あー、ミュージットバース、さすが。拠点を設営せよ、だから、ね、はい、緑のところに行って歩いていきます。はい、近いからね、たまには走らない。はい、ここ丸ボタンを押しましょう。丸ボタン、こっちで好きなのを作れって言ってたから、呼吸することができる。今回ですね、拠点をこうやって作ることができて、いろいろなこう機能を持った拠点を建てることができます。はい、砲台楽しそうですよね。砲台、周りに巨人がいれば砲台を作ってもいいのかなとも思いますけどね。いるかな。いなかったら意味ないよ。お、あ、なるほどなるほど。巨人さんいない。あれ巨人さんですか。あれ、あそこ、あれ巨人さんですね。でもなんか何かの向こうに、そこで、三角を押すと、あ、来た、お、お、お、あ、当たった当たった当たった、うん、当たってますね当たってる当たってる。これでも、あ、あ、あ、すごいちゃんと砲台でも楽。同じだ。そこだ。ああ、なんかおこだ。おこ、おこだよ。おこ、でも動けないよ。おこだよ。おこだけど動けないよ。いけ。なんかタイミング合わない。よし、いけ。ああ。今回巨人がこういう形で怒るようになりました。前回なかったですもんね。はい、巨人も怒るんですね。危険なデンジャーゾーンっていう、あの設定で、あの狙われやすくなるっていう状況になっているということですね。はい。おー、いいな、連続攻撃。連続技、やっぱり強いですね。そうですね、ミカサは強いですね。さすがミカサ。ここでですね、あのミカサに新アクションであるフックドライブをマスターしてもらおうと思います。フックドライブ、はい。じゃあちょっと一度公開、交換して私の方で一度、はい、あ、でも巨人が来ました。巨人が、巨人が。で、フックドライブはですね、はい、あの巨人の攻撃を空中で
タイミングよく×ボタンを押すと回避することができて、それで回避行動の後に、今ちょうど怒ったんで、怒った、はい、何もしてないのに、あーやばい、かなり威嚇してる、あーあえで三角押すとタイミングよく、今のはあの空中でですね、攻撃を食らいそうになった瞬間に×ボタンを押してます。タイミングよく押す と、今みたいな回避行動が起きて、そしてその後に、三角ボタン あのフォロー あのマーカーが出るので、そこのタイミングが合うと今みたいな一撃で敵を倒すことができると。つかめなかったよ。これでやると、巨人も強いな、やっぱり。でも倒しがいありますね。確かに。先ほどはフックドライブの攻撃をしたんですけれども、今回フックドライブ以外にも新しい攻撃がありまして、奇襲攻撃というのがあります。うん、はい、名前のごとく後ろにそーっと、そーっと行って、R2 で巨人を。おー、すごい。おー、という形で、見つからない時にこうメーターが溜まってですね、また三角ボタンを押すとこう自動でピシャーってこうガスを使って奇襲攻撃しに行って、近づいたタイミングを見計らってもう一回三角ボタンで攻撃をすると、今みたいな形で一撃で倒せるっていうのが奇襲攻撃になります。見つからないってところがきっとポイントってことですよね。見つかるとですね、先ほどの皆さんがおこおこ言ってた、はい、はい、デンジャーゾーン状態になりますので、そこは気をつけていただいると。おおあで、タイミングよく、そうです。あ、なるほど、はい、すごい。今ボタンナビ出てませんけれども、2回押してますよね、三角ボタン。押しました。あれをタイミングやると今みたいなことになります。なるほど。結構強い巨人でも一撃必殺で倒せますので、うまく使うと効率よく駆逐がたくさんできるっていうようなシステムになってます。なるほど。はい、どうでしたか？なんかすっきりしますね。気持ちいいです。慣れてくるとですね、本当気持ちよくかっこよくアニメのこうシチュエーションを見てるような形のシーンがたくさん出せるようになるので、うん、非常に気持ちよくプレイできるかなとは思ってはいま す。ゲーム進撃の巨人2は3月15日発売です。はい、トレジャーボックスは豪華グッズが入って初回特典もついてきます。さあ、次回はオリジナルキャラを作って原作のあの子と交流するそうですよ。誰だろう、気になりますね。ということで、ぜひお楽しみに。バイバーイ。